応援を続けて来てくださいました皆さん、こんにちは。これから、ね、7時からの試合なんですけども、どんどん、サポーターの皆さんも増えてくるかと思いますけども、どうですか、今のビハーレン長崎は頑張ってると思うけど、そうですね、皆さんの声援をお一人お一人が10倍ぐらいの力で応援していただければですね、もうこれ鬼に金棒でございまして、まあ、徳島の皆さんには申し訳ないんですけども、今日だけは勝たせていただきますというメッセージを伝えたいと思います。いかがでしょうか皆さん。昨日もですね、残念ながら福岡のね、アビスパさんも負けて、そして名古屋のグランパスも負けたという、これはどういうことかと言いましたら、まあ、今年経営危機に陥りましたビハーレン長崎ですけども、なんとか皆さんのお力、スポンサーの皆さんとかですね、ここにいらっしゃる皆さん方のお力を借りて、なんとかですね、ここまでこぎつけました。まあ、これもですね、本当に皆さんの心が変わったと僕思うんですよ。今日私は5ヶ月ぐらいになりますけど、何が変わってるんだろうと考えましたら、選手の皆さんとか監督の皆さんとかスタッフの皆さんとか皆さんの心が変わった、これがですね、長崎の奇跡を生み出すんじゃないかと思ってるんですけど、皆さんいかがでしょう。これをおしっかり受けますけど、福岡の親さんもちょっと遠慮をなさったんじゃないかと。だからこれはですね、もう徳島の皆さんには申し訳ないですが、肩入れていただかなきゃいけないというふうに思ってますんで、力強く10倍の応援をお願いしたいと思います。そしてあまり長くなっても、ね、なんでございますけども、実は私も5ヶ月間の間にどうしたらですね、球場に足を運んでいただく方が増えるだろうかということを考えてまいりました。これは1日1日でできることじゃないんです。でもですね、もう確かな確信を持って、まあ、来年に向かってこの球場が万人の方で埋まるような姿にできたらなという思いをすごく持っております。それのためには地道な努力が必要だということで、今日は先月ですね、テレビの番組で9月に何かが起こると言ったんですけどね、まあ、皆さんにとっては何かっていうお披露目をしましたら、ああそれだったのかと思うかもしれませんけど、私たちスタッフにとってみたら大変な苦労を乗り越えて今日のお披露目会を迎えることができたわけでございます。それで両脇を見ていただいたらですね、赤い赤白の紅白幕が両脇に40メートルの幅であるんですけども、これはですね、まあご覧いただいてから皆さんが考えていただければいいんですけども、このジャパネットのグループがしましたけど、ジャパネットのチームじゃないんです。これはスポンサーの皆さんに支えられて、ここまで講演会の皆さんとかファンクラブの皆さんに支えられて、ビハーレン長崎は夢をつないでいくんです。そのですね、スポンサーの皆さんのお姿をこの中に披露していこうじゃないかと、県民の皆さんの力でビハーレン長崎は絶対に日本世界に感動を与える、平和を発信できるチームにしていきたいという思いが、この紅白幕の中に入っていることを皆さんにお伝えたいと思います。ご理解いただけますでしょうか。ありがとうございます。それではですね、はい、何でしょうか、からお披露目ということでよろしくお願いいたします。皆さん一緒に行きましょうか。カウントダウン5秒から行きますからね。それでは